空自導弾は航空自衛隊が装備していた空対空ミサイル。別称はオム -1。製造者は三菱重工業。航空自衛隊ではアメリカ合衆国からの対外優勝軍事援助によって AIM-9B サイドアインダーを取得し F-104 戦闘機に搭載していた。一方、防衛庁の技術研究所では 昭和31年度から空対空ミサイルについての部内研究及び部分施策に着手し昭和33年度からは委託技術調査も行っていた。そして昭和36年度には航空自衛隊の要求を踏まえて研究開発構想が定められ、まず AIM-9B と同等の性能を目標とした赤外線追尾方式のミサイルが開発されることになった。 これが本ミサイルである。本格的な自主開発ミサイルとしては日本で初のもので研究開発の進め方、管理手法、評価方法など、後のミサイル開発の提携となった。昭和37年度より試験用ミサイルの施策が開始され、1963年7月には新島試験場でパラシュートに吊り下げられた目標に対する地上、 発射試験を成功させた。昭和40年度に基本要目が決定され、1965年9月から11月にかけて F-86AF による空中発射試験が行われた。その後、1966年7月より38発のミサイルを用いて3次にわたる総合性能確認試験を行った後、 昭和42年度での実用試験を経て、1969年に正式化され、部隊装備のため量産段階に移行した。航空自衛隊では、AIM-9B と並行して装備された。なお、FMS 購入した AIM-9B の単価は、約100万円だったのに対し、オム -1 は、初年度である昭和43年度で、約350万円。 翌昭和44年度には約419万円であった。ありがとうございます。